とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、ゼルダ無双の最強キャラランキングをやります。トップ10をやろうと思ったんだけども、5位以下が、僅差で選びにくかったので、トップ5とさせていただきます。それでは、全18キャラの中から選ぶ、トップ5の最強キャラ、行ってみましょう。それでは第5位。第5位は王様ですね。王様は癖がなくって誰でも使いやすいキャラになってます。 ZR を押してパワー型とスピード型にフォームチェンジするんだけども、俺はパワー型の方が使いやすいかな。でもどっちにしろすごく強い。ただ扱うにあたっては若干慣れが必要で、通常攻撃からの強攻撃、それにさらに ZR でフォルムチェンジをして強攻撃という風に手数をねすごく稼いでいくんですけども、これがなかなか最初はねできないのよ。難しい。でも慣れてくるとどんな攻撃からも2回強攻撃を打つことができるので、すごく気持ちよく扱うことができます。そして王様のユニークスキルがいい。フォルムチェンジをして強攻撃をした際に自分に強化バフがかかる。この強化バフがかなり強くって、特にパワー型との相性が抜群。ゴリゴリゲージを削っていくよ。少し操作は慣れが必要なんだけども絶対強いです。第5位はハイラル王です。では第4位です。第4位はテバだね。テバ普通に使うと若干使いにくいんだよね。この移動をしながら攻撃するからちょっと狙いを定めにくいっていうのがあってやりにくいんだけども、連射コントローラーを使って攻撃するともう化ける、一気に化ける、まあ、通常攻撃1をした後に強攻撃、そうすると上に上がって矢を撃つんだけど、そこの矢を連射機でバーッと撃つ。そうするとまあそこら辺にいる敵はほとんど殲滅することができます。まあそうね、この空中にいる時間、矢を放つ時間がもうちょっと長ければ、2位ぐらいに行ってもいいかなと思ったんだけども、ちょっとね滞空時間が短いかな。リーバルみたいにねずっと上にいられれば強いんだけども、まあとりあえずテバ4位ですね。それでは第3位。第3位は同志水巨子屋です。同志を仲間にするにはテラコ同様ある程度先に進まないといけないんだけども、テラコよりも手前で入手することは可能です。やはりブレス・オブ・ザ・ワイルドの裏ボスっていうだけあってめちゃくちゃ強い。一番強いのは通常棒からの強攻撃、トゲ鉄球を出す技、これがとにかく強い。トゲ鉄球の発生一発目で敵がひるみますし、そのまんま攻撃をするとゲージを飛ばすことも可能。そして水巨子屋の特殊技である刻印、これもトゲ鉄球を発生させることによって一気に全部溜まります。特殊技の刻印を使って打つハンマー、この威力が半端じゃない。雑魚敵はどんなに強くても2発で沈みますので雑魚チラシに持ってこい。さらにネームドの敵も結構 HP を削るのでハンマーはいい。そしてハンマーを連射して使う方法があって、通常4からの強攻撃、ホコラを出す必殺技があるんだけども、
その祠を使った時にハンマーが打ち放題になる。これがまた強力でゴリゴリ削ることができます。特殊技のハンマーは雑魚チラシに持ってこい。それはつまり必殺技ゲージが溜まりやすいっていうことで、水巨子屋も必殺技連発できる種類に入ります。とにかくトゲ鉄球の一発目でひるませる、これが強すぎるため、武器の刻印は攻撃速度、この一択で間違いないです。強いですよ。第3位、水巨子屋です。それでは第2位、第2位はこれは忘れちゃいけませんね。主人公リンクです。リンクは剣と体剣、槍、3種類使うことができて、それぞれ違った立ち回りができるので、すごい面白いキャラクターになってます。どの武器も強いんだけども、俺のおすすめは片手剣、これが間違いない。基本的な立ち回りは通常5からの強攻撃、それでゲージが露出するので、そこにすかさずビタロックでゲージを削ってスマッシュ、これが一般的な戦い方。そして雑魚戦では通常4からの強攻撃、これである程度の周りの敵を吸い込んで一気に倒すことができるので、必殺技ゲージも結構溜まります。そして敵によって通常3からの強攻撃、通常2からの強攻撃、これも入れていける。さらにそこから矢を使って追撃ができる、これもねリンクの動きの面白いところだね。あとはシーカーセンサーの技、すべてのシーカーセンサー技が癖がなくって使いやすい、これはリンクだけじゃないかな。まあランキングに主人公が入ってないっていうのはちょっとおかしいよね。第2位間違いないです、リンクです。それでは第1位の発表です。第1位は大妖精ですね。嘘つけと思う人たくさんいると思うんですけども、大妖精はダントツで1位です。ダントツで強い。ただこの大妖精が強くなるには連射のコントローラーが必要です。連射コントローラーの B と ZR を連射して押しとくと、これだけでゴリゴリ削る。もう雑魚敵もほぼ一撃だし、ネームロド敵もスマッシュなしでゴリゴリ削っていけるので、これは何だろう、破壊神だね。もうチートキャラです。そして連射コントローラーの B 回避を連打しているので、ジャスト回避が結構出る、結構っていう確率が 70% ぐらいだね。 70% ぐらいの確率で勝手にジャスト回避してくれるので、そこからゲージを削ってスマッシュっていうことも可能です。で大妖精は4人いて、その4人で強さが違うんだよね。一番強いのは今これ映ってるちょっとドレッドヘアっていうか、髪の毛が一番モコモコしてるお姉さん、この人が一番威力がある。そしてこの次に威力があるのが鎧装を出す人だね。あの鎧装でもそこそこ削れます。残りの2人はいまいちなんでやめた方がいいかな。まあとにかくこのモコモコのお姉さん、この人を出すように、最初仕向けて、出ましたらば ZR と B の連打、まあ連射コントローラーがなくても手でもなんとかいけるけど、疲れるけども一回やってみてください。強さ実感すると思うよ、間違いないです。第1位はダントツで大妖精です。それではいかがだったでしょうか。全18キャラの中から選ぶトップ5、このランキング個人的な意見が入っておりますけども、ご了承ください。本当今作は
強いキャラばっかりで選ぶのが難しかったんだけども、1位は間違いない、ダントツです。ダントツの1位、これは間違いないですね。それではまたやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。そして公式 LINE もやってます。公式 LINE では実写動画も上げてますので、チェックをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。